はい、こんにちは、バスです。今回は大宮競輪の決勝戦を予想していこうと思います。はい、関東勢が逃げます。で、成田選手短期で中断で、山田選手、深谷選手が後方という予想ですね。はい、で、宿口選手がですね、深谷選手と、山田選手のまくりとかに合わせて番手まくりすると思うんですよ。で、成田選手はここをしっかり追走します。4番のね、僕ね、宿口選手ね、明日ね、残らないと思うんですよ。今回もそうですけど、グランプリの時も初日特選もね、残ってないので、この宿口選手の番手、俺あんまり信用しない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。宿口選手が残らないと、はい、平原選手、武藤選手、この後ろの2人がですね、展開向くんじゃないかと思うんですよね。で、最終的にはこうやって1、7、2、3、4、9、宿口選手切りました。宿口選手ね、切るとね、配当つくと思うんで、結構この3連単、8点でいきます。はい。あのね、前回来ました、カスみたいなコメントにちょっと反論しておきたいんですけど、てめえ、全然前日要素当たんねえじゃねえかよ。3連続丸乗りして負けたわ。このドヘタ、ドスケベ、ドドテ。はい、ありがとうございます。このコメント見て思ったんですけど、ここに書いてあることね、全部ね、当たってました。